こんばんばはフォロワーさんあと <coughs> 7人で3580人なのでこの配信の目標はフォロワーさんあと7人増やすことです。あと 生誕記念のガッタファンのお話し会がありまして明日までですぜひ待っておりますあのー、3部と4部に私は参加するんですけど3部が一応黄色系のお洋服であのー、私はし着ようかなと思ってて セタンティーが届いた方はそれでも全然 OK だし、まだ届かなかったよって方は何でもいいんですけど、あの、なんとなくドレスコード黄色にしてみたんですけど、もしよかったら黄色で、あのー、届いたら嬉しいなっていうだけなので、黄色ないよや、っいうか、黄色のお洋服ってなかなかないから、黄色ないよっていう方は、あの、本当に何でも大丈夫です。 4部は久しぶりにお姫様になりますそうなのでちょっとおしゃべり会たくさんあるんですけどもしよかったらお待ちしてますそうだリンクがね多分今プロフィールに当たるリンクじゃないから私のインスタのストーリー インスタのリンクは貼ってあるんですけど、そのインスタのね、ストーリーのリンクかもしれないんだけど、とってもわかりにくくて申し訳ないんですけど、もしよかったら待ってます。以上、告知でした。<laughs> こんばんは。ナイアポーズ。いかものナサいてありがとうございます。リップ落ちてピンクになった。あと、あのー、 まつぎやってなかったり涙袋もいつもとちょっと違うからいつもよりちょっとナチュラルめかもこんばんは誕生日メンとうありがとうございます昨日昨日で21歳になりました信じたくないね <laughs> 信じたくない。なんか、え本当にに、に、21? みたいな。でもね、聞いてほしい。あの、昨日誕生日だったのに、あの、インスタのフォロワーさんが、なんか見るたびに、1人減って、2人減って、みたいな。<laughs> あれなんか誕生日なのに。 なんか増えないどころか減ってくって思って悲しかった昨日はフォロワーさんがヘルイーでしたでもひまたぎ配信でショールームのフォロワーさんはね増えて嬉しかったいーちゃん大好き嬉しいこんばん 女性探偵はちょっと15日に届くかがわからないから、あのー、届いた方は来てくださったら嬉しいけど、すいません、ちょっとお腹が空いちゃってて、お <laughs> 腹鳴ってるんだけど、あのー、なんでも大丈夫です。なんかドレスコードっていうのをね、使ってみたかっただけなんです。<laughs> なんかさ、ちょこちょこさ、 聞く言葉な気がして。もし黄色系のお洋服持ってたらっていうだけです。花にゃんじゃありません。耳ほら見て生えてない。普通の。今日はサイドポニーです。こんばんは。 そう、ひまたぎ配信したらね、フォロワーさん増えました。多分いつもやれない24時から25時っていう時間にやったからね、増えたんだと思う。配信されてる方も少ない時間だし、その時間にいつもショールームをひか開かれる方に新しくフォローしていただけたのかなっていう。嬉しい。 声枯れてる。嘘。たくさんおしゃべりしたい。ええー、私もお話ししたいです。こんばんは。今日可愛いほどですかあのー、ひまたぎ配信、以来の配信なので、 その時はかなりバッチリメイクだったからそれに比べるとナチュラルですこっちの方が好みかなこんばんはそう14日もねお話できて15日もお話できちゃう 誕生日おめでとうありがとうございます。今日もあないのことが一番大好きでした。いや、嘘嘘嘘。見たもん。<laughs> 見たもん、私。あ、今日もメールで、見てるよっていう、なんて言うんだ 写真にしたなえで、ー、そんなことないけどでも昨日誕生日だったのにひまたぎ配信してる間はメイクしてたけどあのー、その日付変わってすぐ以外。 一日誕生日なのにあどすっぴんで過ごして <laughs> あのそう <laughs> 誕生日可愛くいられなかったので今日はメイクをしてます <laughs> もう初音マンの方がやるぞ フォローしてくださったら嬉しいです。あと7人増やしたいなと思ってます。この配信で。3580人にいける。7人増え、増えたら。ナイポーズ。でもそう、なんかさ、黄色の服って言ったらさ、あー、誰々ちゃんの生誕ティーとか。<laughs> っていうね、お声をなんかいくつかもらった。まあね、黄色の服ってね、なかなかないですもんね。私の生誕記念なんだけど、生誕記念お話し会で、他の子の生誕 T を <laughs>。それもオンラインなのに。ね、長岡の14日に生誕 T、私あるかな。 うん、でもあのー、怪しいなと思ったので10月5日にしたんですオフラインできる日はだからもし直接受け取れたらその場で来てくださったら嬉しいしまただったなってなったらあのー、劇場でもおしゃべり会でも た,たくさん来てくだされば嬉しいです私の作品なので <laughs> もうなんか自分のこだわりとかを詰めて時間をかけて作りすぎてもう作品です生誕グッズは去年の放そうだけど頑張ったなーって自分で言えるぐらい <laughs> 自分で言えるぐらい 初訪問の方がいやフォローしてくださって方がいると嬉しいありがとうございますいしょガッタファンって今1枚しか申し込めないなんだって私○○〇〇枚申し込んだよってお声聞いたけどなわかんないよごめんなさい私が詳しくなくて全然分かってない <laughs> ちょっとお腹が空いた <laughs> かわいすぎてつらいほんとにほんとかなあ十一11月17うしいバンダイバンダイじゃないなんだっけオオカマオオカマかないつもよりバブイ だだからだと思いますメイクがピンクっていうかただリップの色が落ちただけだけどちょっと待ってねコメントをちょっとためちゃってるのでちょっと飛ばします。お52分分だってあと8分 ねなぜ減るんだって思いますよね。悲しいです。<laughs> ショールームも一緒。フォローは外さないでね。意地悪する人がいるから。は外したりつけたり、意地悪してくる,る人もいて。悲しいので。シンプルに、ちょっと冷めたとかです。<laughs> フォロー外されるのも悲しいけどリリカ様の妹お姉ちゃんなんだけどなでもそう今日はねちょっと回復してましたインスタのフォロワーさん <laughs> なんか誕生日の投稿を見てえ二21だったんだちょっとなーって思って外されたのかもしれない悲しい こんばんはそうでも創生探偵誕生日には届かなくてすみません皆さんちょっとごめんなさい時間がまずいので飛ばしております猫耳生えてない お、フォローしてくださった方がいるぞ。嬉しい。ありがとうございます。ああ、あの、チャットでですね、あの、ひまたぎ配信で、ちょっと、なんだろうな、デザートみたいな。ケーキじゃないんですけど、なんだろう。せっかく、ひまたぎ配信できるから、プチケーキ。 カップデザートみたいなのとか、を準備したんですけど、それを用冷蔵なのを常温で放置しちゃったので <laughs>、食べた時にはね、溶けておりました。でも全然大丈夫でしたよ。めっちゃバブい。 絶対メイクがナチュラルだからだ。ナチュラルってかまずいがなかったり、リップが落ちてるから。かな毎日メイクの印象が違う。うん、でも結構ね、涙袋とか、アイシャドウはいつも違うかも。 やばい、お腹が空いてちょっとキュルキュルいってる。<laughs> 時間がまずいのでちょっと飛ばしてます。あフォローしましたが出てる。嬉しい。めっちゃ増える。ありがとうございます。嬉しい。 そう、私だけね、一足お先にせたっていただいてしまったんだけど、本当に申し訳ない。皆さんあんまり届くのが早くなくて。ほぼすっぴん、全然メイクしてる。でもね、ナチュラルめ。いや、全然ナチュラルじゃない。しっかりファンでも塗ってあるし、しっかりメイクしてあるんだけど、色味が優しいのかなピンクとか。 あと、まつ毛なんもしてない、アイシャドウ塗ってないのと、ラメじゃない、繊細系の涙袋にしたのと、リップが落ちたからだと思います。<laughs> え、カットフォン1枚しか申し込めない。あれ、私、ま、なんか、え、不具合かな 聞くし人によるなんか画面によってバグが起きてるのかなうん16歳にしか見えない16歳でいたいです私もあフォローしてくださった方発見嬉しいありがとうございますフォロー完了ありがとうございますおっ壇上見ましょう壇上見します 1位、キコさん、ありがとうございます。2位、ケンジさん、ありがとうございます。3位、フロゴルファーさん、ありがとうございます。4位、ライシちゃん。なんだわかんない。ありがとうございます。5位、星の子ワイさん。6位、サンソンさん。7位、パンダのテオさん。8位、ワンワンさん。9位、リエちゃんズさん、えー。10位、ジュンダムさん。 11位、しめじじさん。12位、てつおさん。13位、あせとうさん。はい。ありがとうございました。単純じゃない方も本当にたくさんのコメントとかギフトとかありがとうございます。ぜひ、フォローまだだよって方はフォローお待ちしてます。 そうしたこれの生誕パぱクゲットしてくださった方ありがとうございますレアな写真を詰め込みましたボイスも撮ったよ <laughs> おやすみまた配信するからまた遊びに来てくださいぜひ 夜遅くにありがとうございました。おやすみー。またね。